うずうずカレッジプログラマーコース、今回はストリングと参照型の扱いという話をしていきたいと思います。でですね、プリミティブ型というのはですね、値を一つだけ入れておける、箱のようなもの、という話をしてきたと思いますと。で、参照型っていうのは、その値そのものというよりは、他の変数の場所情報、といった情報を確保しているっていう意味で、結構違うものでしたよね。で、もう一つですね、大きな違いがございまして、プリミティブ型っていうのはですね、その箱の大きさ、これは要するに確保されるメモリ領域の大きさですね、こちらが決まってるんですよ。で、どういうことかというと、左の表の通りですね、はい、バイト型っていうのは、宣言してメモリ上に置かれると、そのね、メモリを取る、その範囲っていうのは1バイトなんですよ。で、ショート型っていうのは2バイト分、領域が取られる、イントは4、ロングは8、フロートは4、ダブル8、キャラ2、ブリアン1っていう風にしてね、宣言すると、どれだけの領域が取られるかっていうのは決まってますと。一方でですね、参照型っていうのは、どれだけ変数を結びつけても、特に問題ないという意味では、参照型は、メモリ領域をどれだけ取るかっていうのは、決まってないんですね。で、ストリング型っていうのはですね、文字列を扱っていますと。で、1文字っていうのはですね、2バイト必ず取る必要があるんですよ。なので、プログラミングっていうね、7文字の文字であれば、2×7 の14バイト必要になるんですね。あるいは、この例ですね、MOCO、モコですね。こちら、4文字です。なので、ストリング型の変数で、モコっていうふうにして、文字列を入れたければ、そのストリング型の変数は、計 2×4 の8バイト、メモリ領域を確保する必要があると。というふうにですね、これまでストリングっていうのは、まるでプリミティブっぽく扱ってきたわけですけど、ちょっとね、イントとか、その辺とは、一線を画しており、どれだけメモリ領域を取るかわからない、つまりは参照型であるということでした。でね、こういったね、まるでプリミティブっぽく扱えるけど正体は参照型、こういうのをですね、疑似プリミティブ型って言います。でですね、ストリング型っていうのはですね、本来こういうふうな形で変数宣言しなきゃダメなんですね。ストリングデータイコールニューストリング括弧、丸括弧の中に、初期化したいデータで、ね、これが正式な作り方なんですけど、ストリングね、文字列を扱うっていうシーンが、あまりにも多いため、もういちいちこのニューストリングにゃんちゃらみたいなこう書くのめんどくさいと。なのでプリミティブっぽく、しかもね、このストリング型の扱いも、プリミティブっぽいじゃないですか。データを代入したり、参照したり、それがね、メインの使い方なんで。なのでね、プリミティブっぽく扱えるように、Java の開発者が裏でね、特別なプログラムを組んでるんですね。なので、特別扱いされた、参照型っていうのがストリングだと。これをね、一つ押さえておいてください。でね、イメージ的には、例えばストリング型の、名前がデータっていう箱にね、カタカナのデータっていう3文字の、情報が入っていると。値が入っていると。イメージはね、これでいいんですよ。疑似プリミティブね。なんですけど、実際のところはですね、はい。ストリング型は参照型ですと。で、何を参照しているのっていうと、はい。キャラ型配列をね、参照してます、実は。で、このキャラ型配列に、データっていうね、この代入された、文字ですね、を1文字ずつ分割して、配列として確保していると。こんな感じでね、ストリング型っていうのは、実際は、裏で、プログラムが動いていると。はい。なんですけどね、例えばデータを参照したら、自動で、この配列のね、値を一つ一つ取ってきて、くっつけて表示してくれる。っていうことが裏で行われるわけですね。ね、まるでプリミティブかのように扱うことができると。はい。いうことでした。でですね、ストリング型の比較
でちょっとね、まるでプリミティブのように扱えるんですけど、ちょっとだけ注意事項がございますと。でですね、これがね、比較です。比較するときはちょっと注意が必要で、まあ、結論から言うとイコールイコールを使って、比較っていうのができないんですよ、ね、例えばこうストリング型のネーム1、ストリング型のネーム2、それぞれ同じね、モコっていうカタカナ2文字の、まあ、文字を参照していると、はい、こういう状態ですと。なのでね、ネーム1にはモコっていう文字が入っている、ネーム2にはモコっていう文字が入っている。じゃあネーム1イコールイコールネーム2だったら、まあ true になるかなと思うじゃないですか。なんですけど、実はですね、はい、ネーム1に入っているのは場所情報なんですよ、ね、参照先のこのモコっていうところがまあ、X 丁目の I 番地にあるとしたら、このネーム1に入っているのは X 丁目 I 番地っていう情報なんですよね。でネーム2にはね、じゃあ Y 丁目の J 番地っていう情報が入っているとしたら、はい、でイコールイコールっていうのは変数の中の値の比較じゃないですか。つまりこいつとこいつの比較になってるんですよ。 X 丁目と Y 丁目の比較、つまり場所絶対違うじゃないですか。なので、はい、入っている値は違いますって言ってフォルスですね、フォルスを出すと。なのでですね、単純にはストリング型の変数っていうのはイコールイコールで比較できない。でイコールイコール以外もそうです、ね、普通の関係演算子、これは全般的には使えません。でね、どうしてもこの確保している文字列の情報を比較したいなっていう時はですね、まあ、こちらですね、ドットイコールスカッコカッコっていうのを使いますと、ね、まあ、この通りですね、変数名ドットイコールス丸カッコの中にもう一つの比較したい変数名、ストリング型の変数名、こうすると値の比較になりまして、ね、両方ともモコっていう値を参照しているので、はい、確保している値は一緒ですって言って true が出てきますと。なのでね、こちら、よくね忘れちゃいますけど、必ず思い出してください。ストリング型の比較はドットイコールスを使うと。でですね、より詳しい理解をねサンプルソースコードを使って、していきましょう。ではサンプル1の09の1ですね、こちらまあ、つらつらって書いてるんですけど、はい、まず8行目9行目ね、まあ9行目なんですけど、はい、なんかルームスっていうものを、まあ表示してますねと。でこのルームスって何かって言いますと、こちらで6行目で作っている配列のことです。でね、各値っていうのは要素に入ってるじゃないですか。なのでじゃあルームスを参照するとどうなるんでしょうねと。ね、ルームスには参照型なん、ルームスっていうのは配列なんで参照型じゃないですか。ってことは場所情報が入っていると。で、場所情報を表示するってどういうことと。じゃあね、実際、9行目の結果がどうなるかちょっと見てみましょうか。よいしょ。ワークスペースに移動してコンパイルをやりまして、で実行をポイッとしますと。はい、でここですね、ルームスコロン、なんか変な、なんでしょうね、記号と数字、英数字がこう組み合わさったような謎の文字列が出てきましたね。まあ、これはですね、場所情報なんですよ。場所情報を無理やり表示しようとして、なんか変なことになっていると、ね。なのでですね、参照型の、変数の中に入っている直接の値っていうのは、まあ、こういうふうにしてね、まあ、正直言うと人間からすると使えないデータなんですね。場所情報なんでね。はい。なのでですね、まあ、イコールイコールをで比較するっていうのはどういうことかというと、要するにこういうね、
場所情報同士を比較するってことなんだよということですね。はい。で、続きまして、ね、さっきちょっと下の方でエラーになったんですけど、まあ、これはね、コマンドライン引数を入れてなかったからですね。で、ちょっとこの12行目から22行目の間に言及していきたいと思うんですけど、こちらはですね、まあ、比較の話をしてますと。で、14行目でストリング型のネームイコールモコっていうふうにして、まずストリング型のデータを作りましたと。で、ネームと、じゃあコマンドライン引数から渡した値ね、これストリング型の配列ですよね。なんで、コマンドライン引数の一つ目の要素の値、ここにモコってカタカナで入ってたら、まあ、普通だったら true になるかな。だけど、まあ true にならないんですよね。で、下の方、逆に、ドットイコールスを今度使って比較するとどうなるかと。こっちは true になるんですよねと。で、実際、やってみましょう。じゃあ、モコと、コマンドライン引数の一つ目で渡して、エンターと。はい。そうすると、ここですね、イコールイコールを用いたストリング型の比較。はい。こやつの下、チェック1。これは、フォルスになるはずですと。うん、フォルスですね。で、ドットイコールスを用いた、ストリング型の比較。これは true になってますね。はい。ということでね、必ず文字列の比較っていうのは、まあ、イコールスを使いましょうと。ドットイコールスを使いましょうと。はい。で、なんですけど、一個注意点がありまして、はい。このね、まあ、14行目のストリングネームイコールモコって、まあ、正式な作り方じゃないっていう話はしましたよね。正式な作り方っていうのは、これですよね。ストリングデータイコールニューみたいな形で作っていくと。これはね、正式な作り方じゃないんですよ。で、これは疑似プリミティブとして作ってると。まるでプリミティブ型のように作ってると。でですね、こういうふうにして疑似プリミティブとして生成されたストリング型っていうのは、実はちょっとね、特に、関係演算子の扱いでややこしいんですよ。でね、どういうことかと言いますと、はい。ですね、じゃあこっち、一番下からいこうかな。ここ。ネーム疑似1イコールイコールネーム疑似2って言って、まあ、ネーム疑似1、ネーム疑似2っていう2つの変数をイコールイコールで比べてますよね。で、このネーム疑似1、疑似2って、実はストリング型なんですよね。で、両方とも疑似プリミティブ、ね、プリミティブっぽく作られた、ストリング型ですと。で、非常にややこしいんですけど、こういうふうにして、プリミティブっぽく作られたストリング型同士の比較であれば、イコールイコールが、まあ、フォルスではなくて、トゥルーになるんですよ。ちょっと実行しましょう。あ、実行しましょう。失礼しました。もうすでにありましたね。はい。チェック5。トゥルーってなってますよね。ストリング型同士の比較なのに、イコールイコール、いや、イコールイコールを使って、トゥルーになっちゃってると。でね、これはもう完全なるおせっかいですね。プリミティブっぽく作られた同士なんだから、イコールイコール、いや、プリミティブ同士の、イコールイコールの比較って、まあ、普通に、値同士の話じゃないですか。なんで、裏側の人がストリング型であれ、プリミティブっぽく作られたものであれば、値の比較、というよりは、確保されている文字列同士の比較にしようよっていうふうにしたおせっかいをしていると。なんですけどね、これ、まあ、ストリング型ってことは分かりますけど、この作られ方の由来が疑似プリミティブか、あるいは正式な作られ方かで、こういうふうにして、なんていうか動きが違ってくるのってすごい気持ち悪いし、まあ、ややこしく、話がややこしくなりますよね。なので、ストリング型の比較っていうのはもう、イコールイコールを使わずに必ずドットイコールスを使うっていう意識を持ってください。はいですね。まあ、正式な作られ方をしたね、こちらと27行目と28行目、
動詞であれば普通にフォルスになります。また、疑似プリミティブに作られたものと、正式に作られたものの比較、こちらも、やっぱり、フォルスになります。で、疑似プリミティブ動詞だけが、トゥルーになるっていうややこしい設定を、まあ一つ頭の片隅に置いといてください。はい。で、あとですね、参照型の代入ということでですね、参照型の変数を代入するときって、まあね、場所情報がそのまま代入されるんですよね。で、どういうことかというと、まあ左の図を使ってね、説明しましょう。もともと name1 っていうところに、モコっていうストリング型のデータが入ってますと。name2 はポーチが入ってますと。でね、モコっていうのが、x 丁目の i 番地にいたとしましょう。で、ポチっていうのが y 丁目の j 番地にいたとしましょう。でね、はい。name1、あ、失礼。name2 代入することの name1 ってすると、name1 に、失礼しました。name2 に代入されるのは、name1 の値なんですよね。ね、イコールを挟んで右側値の話。値っていうと、これですよね。ネーム1の値っていうと、この場所情報、つまり X 丁目 I 番地ですよ。この X 丁目 I 番地っていう、この場所情報がネーム2に代入される。つまり、Y 丁目の J 番地を上書きして、はい、X 丁目の I 番地っていうのが入ると。でね、こうすることで、ネーム2の参照先がポチからモコに切り替わるんですよね。あとですね、こちらの、ポチですね、先ほどまではネーム2が参照していたポチ君、こちらですね、ネーム2の参照先が変わってしまったがために完全に孤立状態になってしまいましたね。で、この孤立状態になってしまうと、もう誰からも参照してもらえないし、誰からも代入もしてもらえないっていうね、まあ、ある意味ゴミ状態になってですね。で、こういうね、ゴミのデータっていうのはですね、まあ、ちゃんと、明示的に、消さないと、まあ、いつまでたってもメモリ上に残り続けるんですね。でですね、昔はですね、このゴミデータが出るたびにプログラマーっていうのは、ちゃんとメモリ上からこのゴミを消すっていうね、なんならこう処理をプログラムを書いたんですよ。なんですけどね、Java ではですね、その必要はないです。で、それがですね、なぜかというと、ガベージコレクションっていう機能が働いて、こういうね、メモリ上のゴミを、まあ、定期的にお掃除してくれるんですよ。でですね、これはですね、まあ、Java の登場前のプログラムでは、まあ、あまりなかった機能で、で、昔のね、特におじさんプログラマーですね、とかは、このメモリのお掃除っていうのはね、結構大変だったんですね。なんで、Java が登場して、ガベージコレクションっていう機能を見たときに、なんて革新的なんだ、と感動したんですね。なのでですね、例えば、面接とかでね、おじさんエンジニアが出てきて、Java のいいところって何だと思う君みたいな感じで質問されたときですね。はい、大規模システムを開発するのに向いているという意味では、非常にいいと思います。なんですけど、私は個人的にはガベージコレクションの機能があることが、非常に、いいところだと思います、みたいな感じで言うとね、おじさんはね、感動するわけですよ。なんて分かってるんだこいつは、ね、これはもう採用ですね。はい、ということでね、ガベージコレクション、一つ覚えておいて損はないかなと思います。でですね、今回の範囲はこれでおしまいです。で、演習も今回はなしなので、まあ、次に進みましょう。はい、お疲れ様です。うずうずではプログラマー就職に必要な学習サポートと就職サポートを無料でご用意しております。質問し放題の環境で現場に通用するスキルをバシバシと教えますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。興味あるなという方はこちらからご登録ください。またこの動画が気に入っていただけたなという方はいいねと、こちらからチャンネル登録をお願いします。